センター、青色担当も生まれるわです。よろしくお願いします。はい、私が相撲部のダンスマシーン、いらっしゃい、紫ちゃんとゆめかりやるです。よろしくお願いします。私たちスマートオブジェクトは普段はね、もっとバキバキに踊っているんですけれども、はい、今日はちょっと、はい、あのハンドマイクをねしてみたかったから、ハンドマイクで踊ってみたかったから、ハンドマイク、あのアイドルっぽいよね、なんか実はこれなの。あれ、ヘッドセット、ヘッドセット何、いやなんかいやいやいやみたいな、アイドルっぽいよね、いやいやアイドルっぽいやね、なんでアイドルっぽいやでもね、初めてだからね、あの電源の付け方すら分からない、でも楽しい、これ持って踊るの楽しい、結構重いんだね。なんかさ、うちらの感覚的にはもうカラオケだよね。なんかなんとなくカラオケでしか持たないから、そう歌う時にさ、こう手やっちゃうの忘れる、忘れる踊りたいけど、これがあるからなんか、あ、踊れねえね、おんとんとんとんなるけど、まあ最後までね、全力楽しんでいこうかなと思います。
あげません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここで告知をさせてください。スマートオブジェクト4、12月にワンマンライブの予定があります。そのワンマンライブで目標200人を目指しているので、少しでもいいなと思ったら遊びに来てください。よろしくお願いします。また Twitter は1人ずつ個人アカウントがあるので、 Twitter の検索画面でカタカナ4文字スモールで検索して、いいねとフォローとライブのチェックをよろしくお願いします。以上で私たちのライブは終わりますが、Gコレクションハロウィンパーティーはまだまだ